忘れさせてよ。迫田監督、本当にすいませんでした。本当にすいませんでした、何度も確認したつもりだったんですが、名前を間違えて記載してしまいました。お話ししたこともないのにこのような形で、コンタクトを取る形になってしまいまして、本当に申し訳ありません。お詫びではないんですけれども、必ず映画の方を見に行かさせていただきます。そして、もう名前を間違えてしまうというのはもう初めてのことではありませんので、本当に深く反省をしております。本当に申し訳ありませんでした。必ず映画見に行かせていただきます。感想の方もまた上げさせていただければと思います。本当にすいませんでした。